皆さんこんにちは。こんにちは。プーさんのハニーハントは、大きなハニーポットに乗ってプーさんと仲間たちが住む100エーカーの森を冒険するアトラクションです。森の中では風が強く吹いたり、ハニーポットが大きく動くことがありますので、帽子やメガネ、アクセサリーなどの飛ばされやすいものには十分ご注意ください。安全のためお子様から目を離さないようにお願いします。また一人で座席に座れないお子様や抱いたままでのご乗車はご遠慮いただいておりますので、あらかじめご了承ください。現在ご妊娠中の方はお近くの係までご相談ください。ハニーポットは前に2人、後ろに3人の合計5人乗りです。館内での飴やガムを含む飲食、喫煙、携帯電話のご使用、ハニーポット乗車中の写真撮影やビデオ撮影はご遠慮いただいておりますので、皆様のご協力をお願いいたします。それではプーさんのハニーハントで蜂蜜探しの冒険をお楽しみください。いってらっしゃい。ある日のこと、クマのプーさんはクリストファー・ロビンに風船が欲しいと言いました。風船なんか何に使うの？蜂蜜取るの。風船じゃ蜂蜜は取れないよ。取れるよ。この俺が蜂蜜の取り方を見せてやる。ティガー様の得意技は蜂蜜を取ることだぜ。おほほほ。様は蜂蜜なんて嫌いだ。こんなの好きなのはズオーとヒイたちだけだぜ。ズオーとヒイたち、蜂蜜泥棒、蜂蜜泥棒、気をつけろ、気をつけろ、気をつけろ。
つが大好き、食べるんだ、おいしい。こうして風の強い夜、夢を見ていたプーさんは風船と一緒に蜂蜜の木の上に飛ばされました。蜂蜜をお腹いっぱい食べて、プーさんはとても幸せでした。おかえりなさい、おかえりなさい、足元気をつけてください、おかえりなさい、ハッピーバースデー、おめでとうございます、いってらっしゃい。